たっぷりチーズがかかりました。おー、どうですかね。はい、どうも、料理の鬼サリウスです。とにかくね、まあ、まだ大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。皆さん、最近僕の酔っ払い具合を見て、あ、3本目だなと4本目だなとみんな予想していただいてるんですけども、どうした、喉どうした、喉に妖精が、悪魔のレシピのさ、ジョッキもらったんですけど、僕の出してる本の10万部記念でもらったんですけど、僕いつも右手で飲むから見えない。僕の大好きなおつまみ、きゅうりのオーブン焼き、うまいよこれは。きゅうりって皆さんどうやって食べますか？皆さんほとんど生で食べると思います。火を通したきゅうりうまいんですよ。ということでですね、今回きゅうりのオーブン、もう本当に簡単です。本当に簡単です。もう尺的にこの動画5分以内になるんじゃないかなっていう、僕の無駄話が長くなければですけど、早速やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということで早速やっていきたいと思います。まずきゅうり2本です。ヘタを落とします。はい、トントン。ここはということですね、半分に割ります。普通にこう、まあ、こうやって1回割っていただいてね。で、こっちをもう一回、割っていただく。これね、きゅうりのオーブン焼きっていうもんなんで、クッキングシート。で、ここにですね、きゅうりをね、並べていくんです。こうやって。こうやってね。ここで味付けをしていくんですね。お酢をです。僕はつまみなので結構ね、まあ、しっかり振ります。うん、これぐらいかな。味の素も、まあ、しっかり振っていきます。きゅうりで、旨味を持ってないので旨味を与えた方が絶対美味しいんですよ。素材持ってる香りをものすごく引き立てるっていうのは味の素なんですね。科学的な結果でですね、人間が感じてる味の8割は匂いだって言われてるんですよ。素材の旨味を生かすより香りを生かした方が味に影響が出るんですよ。今回はきゅうりの香りを存分に生かすために味の素を使います。で、ここで登場するのがですね、粉チーズですね。チーズって何でも美味しくするんですよ。チーズをね、そう、たっぷりかけていく。チーズはね、多ければ多いほどうまい。きゅうりでもすごく相性がいいのでね、いろいろ言ったんですけど、まあ、うまげりゃいいんだよ。たっぷりチーズがかかりました。で、黒胡椒ですね。まあ、焼く前に振る人と焼いた後に振る方がいると思うんですけど、まあ、これはお好みでいいです。あ、仕上げに黒胡椒とオリーブ、多分間違えちゃった。はあはあ、まあ大丈夫。はい、これを入れて10分です。はい、じゃあカメラさん、今日今から休憩です。おっ、ジュクジュクってます。おお、どうですかこれ。ということですね、こんな感じでできました。オリーブオイルね、きゅうりのオーブン焼き完成です。それではできました。食べたいと思います。いただきます。もうダメだしてビールにしようかな。一番になっていきます。ということで、いただきます。今回はね、お上品フォークとナイフでいただきます。うん、これはね、めちゃめちゃうまい。きゅうりのね、サクサク感がなくなってめちゃめちゃジューシーになってます。うまっ。チーズは何でも美味しくする。このたっぷりめにかけたチーズがまた合いますね。仕上げにオリーブオイルをこれかけてるんですけども、やっぱオリーブオイルの風味は相まってですね、非常に美味しい。うん、あ、うまっ。きゅうりって生で食べる方がほとんどだと思うんですけども、これね、オーブンでね、焼いてみてください。きゅうりってこんなにホクホクで美味しいんだなっていう風に思うと思います。今ね、きゅうり安いんですよ。熱くなってきたんでね、絶対きゅうりうまってなるもん。もう一口だけ食べた。世の中の飲食店はこれやらないのかって思うぐらい美味しい。
本当に前でぜひ皆さんやってみてください。はい、これで尺結構稼げたね。味の素なんですよ皆さん。はい、もうね、酔っ払ってるギリギリなんで、ギリギリガールズなんで